はい、今回は中日ドラゴンズですね。だいたいこの時期になると中日の特集をし始めるのですが、まあ一部のね視聴者の方にとってはね謎の特集になっていますね。テーマは2024年に飛躍することはできるのかということで、2023年今年のシーズンまだ終わってないんですが、まあ成績は言わずもがなですが、ある意味楽しませてもらったシーズンでしたね。まあまさにエンターテインメントだったんじゃないでしょうか。令和の米騒動とかね。はい、まずはこちらからいきましょう。2023年のドラゴンズ、まあ、まずはこちらをちょっとご覧ください。球団初の2年連続再開が現実味を帯びてきた。球団最多借金が更新する勢い。悪夢10敗カルテットの先発陣、球団ワースト記録に迫る39イニング無得点を記録。まあ、あと試合前の食事から米が抜かれたり、さっきの令和の米騒動ですが、あと1イニング10失点の晒し投げとかいろいろありましたね。思いついただけでもね、こんな感じなんですよ。まあ、詳しいデータなどはね、例えば X などで活躍されている赤みそさんのね、ポストが参考になるんじゃないかなと思います。次にこちらが本題なんですが、2024年に飛躍する可能性はあるのでしょうか。正直かなりきついんじゃないでしょうか。しかし可能性はゼロではないかなと思います。いくつかのポイントに分けてお話ししていきましょう。まずはこちらからです。立浪監督続投決定ということで、これが吉と出るのか凶と出るのか、来シーズン一体どんな中日を見せてくれるのか、いろんな意味で楽しみな部分はあります。まあ、怖いもの見たさというかホラー要素みたいなものが強めなんですけれども、で、まあ、他の球団でもそうだと思うんですが、中日でも星野監督には島野氏、落合監督には森氏など監督を支えてくれたいわゆる名コーチがいたので、そういった人物がヘッドコーチになれば状況が好転する一因にはなるかもしれないです。現在ヘッドコーチも兼任している落合コーチ、まあ投手コーチなんですが、もともと投手コーチ専任を希望していたんですよね。今のところ、まあ、情報によれば片岡二軍監督がヘッドコーチになる可能性が高そうではあるんですが、果たしてどうなんでしょうか。とは言ってもね、やっぱり一番重要なのは立浪監督自身によるところがね、ここがね一番大きいんでしょうけれども、なお清原氏のコーチ就任は今のところ球団が明確に否定していますね。あとこれね、多くの方が言われているようにコーチ選手その他諸々の編成ですね、編成にね大きな不安感じるので、そこをしっかりと調整できる体制にすることが、これは重要かなと思います。ただでさえ戦力が少なめなのに、ここがしっかりしてないと話にならないんですよね。立浪監督は退任すべきっていう声もね少なからずあるんですが、何か一つでも変われば覚醒するかもしれないと密かに密かに期待している自分もいます。何気に投手陣は期待できる。まず先発陣をちょっとねご覧いただきたいんですが、まあ、中日に詳しくない方は一体何なのかわからないと思うんですが、ローテ入り有力のね投手だけでも大野投手、柳投手、小笠原投手、高橋投手、メヒア投手、梅津投手などがいて、比較的チャンスが多くもらえそうなのが、まあ、根尾投手、中地投手、ちょっと松葉投手は何とも言えないとこあるんですが、一応ここに入れさせていただきました。あとブレイクするかもしれないって自分が期待しているのが上田投手とか松木平投手ですね。松木平投手はまだ育成なんですけれども、ただね上田投手とかひょっとしたら現役ドラフトに出されるんじゃないかって心配はしているんですよね、これまでの扱いを見ているとね。あと中継ぎ陣では、まあ、勝ちパターン候補としてはライデル・マルチネス投手、勝野投手、松山投手、フェリス投手、藤島投手、そして、まあ、その他にも清水投手、祖父江投手、福投手、斎藤投手などがいます。まあ、こうやって見てみるとね、投手陣は期待できる部分が多いですね。
外国人選手が全員残留することが前提にはなるんですけれども、あと今年のドラフト候補は大学生中心に高評価されている投手も多いので、そこで有望な投手を何人か獲得できれば、さらに投手陣は厚みを増すのではないかなと思います。野手陣も希望あり、冒頭で紹介したように野手陣が全く点が取れないことがチーム停滞の大きな原因となっていますが、ここ最近は大量点を取っていたりもしています。まあ、大量点を取るたびに柳投手の顔が脳裏に浮かぶわけなんですが、一応ホームラン数もね、去年は超えてはいます。まあ、これは細川選手の貢献が大きいっていうのはありますけどね。来シーズンは未知数なんですが、ビシエドもここ最近やっとね復調しつつあり、残留する可能性が高いカリステも投打で活躍しています。あと、まあ岡林選手が61年ぶりの2年連続2桁3塁打を記録したっていう明るいニュースもあったりするんですよ。しかし、まあ今シーズンの試合を見て思ったのは、とにかく野手の方にね、自分はね、その期待っていうかね、そのやってほしいっていうのは守備力をね強化してほしいっていうことですね。あと走塁ですかね。この点、最近2軍の試合に出場し始めている田中選手とか、あと1軍で経験を積み続けている、ユーク選手、このまま怪我がなければね、来シーズンまでみっちりと守備を鍛えることができる石川選手にもね期待はしたいですね。これなんか自分はよく分かんなかったんだけど、なんか足を怪我、あの石川選手って足を大怪我してるんですけど、怪我をする前の守備の指標はそれほどめちゃくちゃ悪くないみたいなことは聞いたことがあるので、やっぱりあのね、今シーズンね、そう怪我から復帰したばかりで十分にそういったね練習ができなかったっていうのもあるんでね、まあ、今年みっちりと鍛えればね、その点改善されるんじゃないかっていうのは期待しています。ドラゴンズのドラフト戦略、こちらは後日特集する予定なんですが、上位指名で明治大学の上田久斗選手ですよね、の指名はありかなとは思いつつも、とにかく投手を重視して指名してほしいかなと思います。投手1位指名なら最近名前が挙がっている西舘投手、こちら中央大の方ですね、あの西舘投手っていう名前の選手は専修大学にもいるんですよ。まあ、あの中日が注目していたのは中央大だったと思います。あと常広投手になるのかなとは思うんですが、まだこの点はまだねわからないですね。また地元名城大で最速153キロを誇る松本投手の指名があるのかも気になるところです。高校生の投手を指名するならば地元の東松投手などが候補になるのかなとは思うんですが、こちらも左で150キロ以上投げるピッチャーなんですけど、ただ高校生を取る余裕正直あんまりないと思うんですけど、ただね最近ね意外というか結構高校生指名している印象なんですよね、中日は。ただ来シーズンも続投する立浪監督の意向がね、やっぱりねドラフトにも強く反映されると思われるので、中日のドラフト戦略を予想する上では立浪監督の動向には注視しなければいけないかなと思います。いわゆる立浪セレクトですね。ちなみに去年から実施された現役ドラフトでは細川投手を獲得して大当たりだったわけなんですが、今年の現役ドラフトもうまくいくとは限らないかなと思います。だから現役ドラフトで獲得した選手に過度な期待を持つのは禁物かもしれませんね。中日に合うかどうかは正直わからないんですが、ソフトバンクのリチャード選手とか今年の現役ドラフトに出てくるんですかね。トレードは今後も頻繁に行われるのか。今シーズンはねトレードを多く行ったんですが、来シーズンも同様に行われるのでしょうか。来シーズンはね立浪監督にとっても重要というか、まあ、毎年重要かなとは思うんだけどなりそうなので、成立するならば思い切ったトレードを敢行するかもしれません。ドラフトで有望な投手を獲得して活躍の目処が立った場合は、比較的豊富な投手陣の誰かを放出して野手を強化するっていう可能性はありますね。個人的にはね守備力が高い中堅の野手はねちょっと補強してほしいかなとは思って
っているんですが、なんかここ最近に来て高橋周平選手もなんかひょっとしたら放出するんじゃないかっていう、これまあ噂程度かなと思うんだけど、ちょっとそれはどうかなとは自分思ってるんですよね。高橋選手はね、やっぱ守備力高いですからね。だからまあその、あと今年のね、シーズン前半ではあまり活躍していなかった巨人のね、吉川選手など、取れないかなって淡い期待を抱いていたんだけど、今の活躍ぶりを見るとその可能性はもう限りなくゼロになったのかなとは思っちゃいましたね。もともとね、そういうね、吉川選手が獲得できるっていう可能性はあんまりないとは思っているんですけれども、またその週刊誌などでは山川選手の獲得を目指しているという情報もあったりするんですが、まあこれもそんなに信憑性はどうなのかなとは思うんだけど、まあ実現する可能性は現時点では高くないかなとも言えます。万が一その巨人さんの方がね、山川選手を獲得した場合は、その影響で中田翔選手を獲得できないかなって、トレードかなんかでね、とは思っていますね。まあビシエドはファーストにいるんだけど、ビシエドの来シーズンは正直ね、まだ未知数ですし、先日のね、バンテリンドームでのあの連続ホームランを見るとね、やっぱり中田選手獲得は可能であればありなのかなとは自分は思っています。バンテリンドームのホームランテラス設置は、ホームランテラスというのは実質的に球場を狭くしてホームランを出やすくするために設置したエリアです。一度は立ち消えになったと思われたんですが、つい先日再びテラス設置について話題になっていました。とは言っても週刊誌の記事なので信憑性はあまりなさそうかもしれないんですが、その記事の内容というのは、3年目のシーズンで飛躍するため今年のオフに立浪監督があらゆる手を尽くす覚悟で、ホームランテラス設置もその一つみたいなことでしたね。立浪氏が監督に就任した時ね、個人的にね、一番期待していたのが実はこれだったりするんですよ。ホームランテラスの設置自体賛否もあるんですけれども、例えばね、落合元監督はどちらかといえば否定派ですよね。ただここまで打てない状況が続くと、一度は試してみてもいいのかもしれないですね。試してって言ってもそれなりに費用はかかるとは思うんだけれども、神宮でたびたびあの打線が爆発する時があるんで、球場の環境を変えるのは本当にありかもしれません。一方でメジャーなどで導入されているピッチクロックが打率や得点アップをもたらす傾向があるようなので、 NPB でもピッチクロックが採用された場合、中日の打撃成績にどう影響するのかというのは気になります。まあ、何かと話題になったかもしれない中日なんですが、来シーズン飛躍する可能性はね、最初に言ったようにゼロでもないんでね、自分は期待していきたいかなと思います。ということで、今回はこのあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。